始まる時間バラバラ問題っていうのを解決しない限りスピーキングテストは公平にはならないんですか、ね、がまあ解決策だと思うんです。ハローデア、始まりました、マチャチャンネルです。今回はですね、英語4技能試験のスピーキングテストに関して話していきたいかなと思います。まあいろんなところでいろんなことが言われていますが、まあ自分自身は別に4技能を教えることっていうのには別に賛成というか反対ではないですね。スピーキングを教えること、ライティングを教えることっていうのに何の別に問題もあるとは思いません。まあ言語ですからね。ただやっぱり問題は試験ですね。その4技能試験っていうものが大学入試に使われるっていう時ですね。そこにまあ様々な問題があるっていうふうに言われているわけです。でその中でまあ自分自身はもうまあそんなに上の人間でもないし下っ端ですから、いろいろ4技能試験は受けることはですね他の人よりもしていますが、その4技能試験を止めるとかそういう力は全くないので、まあせめて自分ができることっていうのはその試験受けてここが良くないっていうのを伝えることかなと思っています。でそれがまあ耳に届けばいいかなと思っています。試験のその実施団体ですね、っていう風に、やっていってます。だからまあほらよく、まあ、予期の試験のなんですかこのやり玉としてこう安子先生が上がりますけど、まあ、批判の対象として出てきますけども、まあ、彼には毎回試験を受けるたびに自分自身は伝えて、ここが良くなかったからこうした方がいいとか、ここをこう変えないと公平性に問題が出てしまうからっていうふうに伝えています。で、安子先生に言えば、まあ、安子先生はちょっと伝えてくれるって言ってくれるので、その団体の人たちですね。だから、ベネセに言ってくれるとか、英検協会に言ってくれるって、言ってくれてるので、僕には。なので、伝えるようにはしてます。はい。で、じゃあ、一体どこが問題点なのかっていうのが、まあ、様々あるんですけども、そうスピーキングなんですよ、やはり問題は、ね。まあ、だからリーディング、リスニング、ライティングっていうのは今まで通りというか、実施されているわけですよね、すでにね。なので、まあ別にそれを行ったところで、実施したところで公平性っていうのにはそこまで変わりはないというか、別に、現状の入試でも行われているものなわけです。ただやっぱりスピーキングっていうのが、これが非常に大きな問題になるわけです。で、今までまあ、東大のウェブサイトにも書いてありますが、技術的な側面で問うていないというふうに書いてあるんですね。ただし、技術的な問題だけじゃないですね。今やだって録音することなんていうのは簡単なわけですよ。別にパソコンの画面じゃなくたって、このなんかレコーダーあれば録音すること自体は簡単にできるわけです。しかし、問題はやはり公平性なわけですよ。スピーキング試験のその、公平性っていうのが、一番の問題になってくるわけですね。じゃあ具体的に、そのスピーキングテストの公平性って一体どこが問題なのかっていう、一番公平に行うことができるっていうのは、まあ面接試験で1対1でやるっていうのが一番公平ですよね。このいわゆる誰も他に聞いている人がいないっていう状況です。で、その面で、IELTS とか Cambridge 英検なんていうのがあるわけですが、これらは高い値段も高いし時間がかかってしまうわけですよ。面接試験ですね、一人一人さばいていかなきゃいけないですから、面接官が非常に、大変ですね。労力がかかってしまいますね。で、ケンブリッジ英検は IELTS よりも安いですが、面接してる人と採点してる人がさらに後ろにいて、またこれも人が足らないというか大変なわけです。で、英検の面接に至っては、まあ、使われないわけですよね、入試には、まあ、ほぼほぼ吹き込み式の、まあ、英検 CBT なのか、もしくはスピーキングだけが吹き込み式の方になるかっていう風になってます。あとは TEEP ですね。 TEEP であればこれも一人一人面接なんで、そこの、公平性は保たれる。だからまあその点では、TEEP っていうのがすごく優れてはいるんですけども、まあ、もうちょっと問題テスト問題はちょっとねって思うんですけど、しかしなかなか普及しませんでした。予想していたよりも、普及がだいぶ遅れてしまっているというか、で、やっぱり地方でも話すことがあるんですけど、地方で話すときとか、やっぱ知らないですもんね。TEEPの存在自体、知らない。で、英語の先生たちもどんな試験なんですかっていう感じなんですよ。やはり地方に行けばもう、やっぱり GTEC と英検なんですよ。では、それぞれ。
GTEC と英検っていうものですね、コンピューター吹き込み式のテストたちの問題点を話していきます。そう、これが一番解決しなければならない問題だと自分自身は思っているんですよ。まず、GTEC、GTEC CBT、英検のスピーキングだけ吹き込みバージョン、英検 CBT、そして TEEP CBT、そして TOEFL ですね。この6つが、そのままパソコンに吹き込むんだけれども、同じ吹き込んでいるその部屋の中に、複数の人がいるという状況です。はい。で、もちろんこうすることによって、一度に裁ける人数がすごく多くなるわけですよね。はい。ただ問題が山積み。そう、まあ皆さんよく言われると思って知っていると思いますが、そうなんですよ。これですね、他の人が喋っているのが聞けてしまうというのが一番大きな問題点ですね。TOEFLに至ってはもう始まる時間バラバラですからね。はい、なんで、だいぶ後かの人が聞けちゃうなんていうことがあります。で、GTEC にもついてもよく言われますね。タブレット持ってるだけで、他の人の話し声が全然聞こえちゃうよとかっていうのはよく言われています。で、問題は、これなんで、で、自分がTOEFL Jr. コンプレヘンシブっていうですね、もうなくなっちゃったテストですけど、そのテストで、こういう風に実施をした方がいいっていう風にアドバイザーだった時があるんですけど、その時に何としてもスピーキングテストを同時スタートにしてくださいっていう風に言ってたんですよ。だからこのね、一応試験時間を同じに、TOEFL以外は同じ時間にスタートすることになってるんですよ。前はなってなかったんですよ。GTEC CBT それなってなかったんですけど、ちゃんと、いろいろ僕も話したりして変わって、GTEC CBT はスピーキングから始まるようになって、スタートを同じにするっていうのをやってるんですけど、それでもね、問題なんですよ。どの試験も同じです。英検 CBT も、GTEC CBT も、TEEP CBT も、スタート時間は同じなんですけど、その後に説明が流れるわけですよ。で、その説明をスキップしていけば早く始められるし、全部その説明聞いてたら始まるのが遅いわけですよ。なので、結局、第1問の問題スタート時がバラバラなんですね。これがやっぱり一番大きな問題なわけですよ。パスワードと大体ユーザー番号みたいなのを入れるんで、その打ち込みの段階ですね。一番最初にその打ち込みの段階でもバラバラになってる。で、そのユーザー名、パスワード入れての打ち込みの段階でバラバラ。で、さらに音声チェックですね。リスニングの音声。このリスニングの音声聞いて問題解く問題があったりとか、ディレクションズこうね、ヘッドホンでこう流れるっていうのがあるので、そこでもうバラバラ。で、さらにはこの自分の声がちゃんと録音されてるかをチェックする音声チェックがありますね。で、ここでバラバラ。で、さあ、ではいよいよスタートですみたいな、そのスタートを押す時のもバラバラ。で、さらにディレクションズが書かれてたりしますね。で、その書かれてたのをスキップできる形式の場合は、それでもまた時間が変わってしまうわけですね。というふうに、結局、始まる時間がバラバラなんですよ。だからこの始まる時間バラバラ問題っていうのを解決しない限り、スピーキングテストは公平にはならないわけですね。先に始めた人もいれば遅く始めた人もいるので、やはり聞こえてしまう、公平性にやっぱ欠けてしまうわけですね。誰かが知っている状況が起こっちゃうと、あらかじめ問題内容が少しは分かってしまっている状況が出てしまうっていうのが、これがもう第一というか非常に大きな問題ですね。できないのかと、一斉操作がそんなに難しいことなんですかね。分かりません、その辺のことは。だから入力、音声チェック、音声チェックはまあ多少バラバラは出てしまう。ただ第1問は同時にスタートするってことができないんですかね。はい。だからこれがまあ解決策だと思っています。で、いろいろそういったものの対策としては多少は行われてるんですよ。どういう対策が行われているかっていうと、英検 CBT とかそうですね、横と違う、横に座っている人とは問題が違うっていう風になってたりします。はい。だからこれによって、なるべく公平性を保とうと、してるわけですね。違う問題にすることによって何とかしようとしています。ただ、やっぱり、なるべくね、やっぱり同じ試験の方がいいんだけどなって思うんですけどね。みんなのその力を測るんだったら、横の人も同じ試験だったらいいのにっていう思いませんか？みんなが同じ試験だったらもっと公平なのにって思うんですね。ただやっぱりそうなんですね。同時スタートっていうのが難しいからやってるんでしょうね。でもやっぱり同時スタートですよね。それ開発できないものなんですか、私には分かりませんけども、それをやってほしいです。
せっかくあどこのトフル以外はみんなスピーキングの時間始まる時間を同じっていうのに揃えたので、せっかく揃えたのに、でも結局ずれちゃってるわけですよ。だからここを、同時、完全に同時にスタートするっていうのが、私の一番の、やつです。まあその他ね、いろんな、この試験の導入に関しては言いたいことももちろんたくさんありますが、一番自分が問題だと思っているのはここです。はい、ぜひぜひですね、皆様の意見も、お聞かせいただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.